おはようございます。ザリガニ親父のワンポイントコミュニケーションナワー、今日は12月は12日12、12と並びます。12日土曜日の高野文夫のバイリンガルビデオダイアリーをお届けいたします。シリーズで会議の魔術師ズームで会議の12怪人をどうやっつけるかということをお話ししてきましたが、今日明日はですね、土日はですね、真面目なお話をちょっと外してですね、私のコミュニケーショントレーニングはエデュケーショナルエンターテインメント、お教えすること、学びがですねエンターテインメントになるというのが私のコンセプトですので、喜びながら楽しみながらどんどん人間を作っていくというのが私のコンセプトですので、真面目にはやるんですが、今日朝ちょっと面白い話をしたいと思います。皆さん、私もですね60を超えましたが、私の親兄弟見ますとですね、お父さんもお母さんも二人の兄貴もですね、死ぬべくして死んでます。いわば自殺です、結論から言うと。なぜかというとですね、脳一血、心筋梗塞、癌で死んでるんですが、なんで亡くなっていったかを見るとですね、食生活、毎日の生活、まるでですね、もう死に直結しているような日々の生き方をしてるんです。まあ、酒、食、労働。まあ、一番の問題はですね、ストレスですね。人生のストレス。お父さん、お母さん、二人の兄貴。みんなですね、まあ、60にならない。60そこそこで死んじゃってます。はい。そのためにはですね、こういうことです。私たちはですね、歳を取るに従って、もう30ぐらいからですね、体も脳もスルメ化していきます。海を回遊しているすがすがしいですね、池作りになるイカであるべきなのに、ダメです。スルメになってしまいます。スルメは甲殻化といってですね、元に戻りません。私たちの運動能力を司る体もですね、ブレイン、脳も、知力の脳も、スルメになってしまうんですよね。ですから私たちは年を取るに従って自然に枯れ木に近づいていきますので、80歳、100歳まで生きようと思ったらですね、しっかりスルメ化するのを止めなければならない。そのことを今日はお話ししてます。ちょっと土曜日なんで時間的には5分以上になりますが、どうぞお聞きください。私の目標はですね、皆さんテレビでですね、高田純次がですね、純散歩というのをシリーズでやってます。短い番組ですが、高田純次の姿を見てください。肉体的にも、喋りの、ウィットの効いたあの手話、喋りの、頭脳もですね、ここが青年。動きも体も青年。あの人は70超えてると思いますけれども、70超えても、心身ともに青年であるべきです。高田純次の純散歩がいい参考になりますから見てください。サンキュー！毎日ですね、毎朝6時から7時の1時間は、この行徳駅前公園で早朝太極拳、連行、一緒にですねやってますが、もう28歳からやってますから、30年続けてます。こうやってですね、雨が降っても出てきてやってます。なぜやってるかというとですね、私はですね、体とか脳のボケとかですね、老化を少しでも抑えたいからです。もう60超えてますので、我々の肉体も脳もいわば筋肉だと言われてます。筋肉、そしてですね、筋肉の周りにはですね、筋膜というのがあります。筋膜、その筋膜がですね、徐々にイカの、まあ、スルメを見たら分かりやすいと思います。スルメのように甲殻化というかですね、固まっていくんですね。筋肉が
筋肉じゃなくですね、ちょうど亀の甲羅みたいになっていくわけですよ。その比率がどん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 大きくなっていくに従って、若いうちはですね、30代40代50代はですね、池作りになるイカみたいな、イカっていうのは体中が筋肉ですからね、イカみたいなピチピチとした筋肉なんですが、それが60になり70になり80になるとですね、硬核化していってですね、固まっていってスルメ化していくんですね。スルメ。それでですね、重要なことはここにあります。我々の脳もですね、いわばこれは筋肉ですから、硬核化してですね、スルメのようになっていって、命令系統がきちっと作用しなくなる。すなわちですね、忘れてしまう、新しい知識が入らないということになるわけなんですよ。ですから心身ともに体も脳も老化するのを防ぐために、こうしてですね、毎朝の健康太極拳と月2回の空手道場会をやってます。60ちょっと過ぎてますが、私はですね、40代ないしは50代のようにピンピンして毎日を過ごしてます。今日もお聞きいただいてありがとうございました。さようなら。